ヒメモク、ミズウカに属する甲骨魚類の一種。海底から離れて生活する、中層遊泳性の深海魚である。広い生息範囲を持ち、北海道以南を含む北、太平洋から、インド洋、大西洋、地中海にかけて分布する。生魚は、水深900から1500メートルの深みに生息する、深海魚である。 深海魚の中では、大型の部類で、体長1.5から2.5メートルにまで成長する。体は細長く、やや左右に平べったく側平たする。体表には、鱗がなく、銀色の光沢を持つ。他の多くの中層遊泳性深海魚の例とは、異なり、発光器は持たない。背びれが非常に、大きく、体の3分の2を占め、広げると体よりも大きい。 死魚のヒレは、比較的小さく、サバなど、一般的な魚に似た姿を持つ。目が大きく、糞は尖って伸びる。大きな口には鋭い牙を備え、いかつい顔つきを呈する。どによくな肉食性の魚類で、その大きな口と牙で、深海の他の生物を見境なく、丸飲みにする。時には、共食いさえも行い、過大な獲物を、 消化管に詰まらせて死んでしまう例もある。牙は獲物を切り裂くために使われているわけではなく、捕らえた獲物を逃がさないよりのような役目を果たしている。筋肉には、水分と、脂肪分が多量に含まれ、煮たり焼いたりすると水分が抜けて肉が縮み、溶けてしまうかのようになる。水王という名前の由来はここから来ており、普通は、食用としての価値は、ほとんどないが、 比較的新鮮な個体を生のまま醤油漬けにして食べると、こんにゃくのような味がするという。水魚玉種族の一種アナトプテラス SP。水魚玉種類は、水魚と似た体付きをしているが、所属するとがは異なる。本種は2008年に発見され、新種と考えられている水魚科には二属三種が含まれる。また、 同じ姫木の裸へそかに所属する、水尾玉子族の水尾玉子がいる。水尾と似ているが、水尾とは違い背びれはない。牙は、やや前向きで糞は、より長く、下顎が、やや長く突き出ているところが特徴である。日本の北陸地方では、ノロゲンゲを、水尾とも呼び郷土料理の食材として用いるが、ノロゲンゲは鈴木目の魚類で水尾との類縁関係は、遠い。 水魚は深海で生活しているが、氷層水温の下がる夜間や陶器には旋海に上がってくることもある。弱った個体が浜辺に打ち上げられ、新聞やニュースなどで話題となることがある。水魚はマグロハエナワにかかることもあるなど、深海魚としては比較的目につく機会は多い。浜辺に打ち上げられたり、捕獲されたりした水魚の胃からは、 丸飲みされた他の深海魚など貴重な標本が得られることもある。近年では水魚の胃の中からビニール袋などのプラスチック製品がしばしば見つかっており海洋汚染の実態を知る上で重要な標本となる。貪欲な性質によって飲み込まれた消化できない化学製品が本種を衰弱させている可能性がある。ウィキメディアコモンズには 水をに関するカテゴリがあります。ありがとうございます。